ソロ2個分やっていきたいと思います。ゆうちはるです。よーし、ディガートやるぞ。ディガートやりたかった。ディガート、あ、違う、え、でもそうか、お金ないからそのままディガート行くしかないのか。今回バズーカ作れねえから、バズーカができねえしな今回は。で、この聖なる奇跡ディガートしましょう。多分これは、まあ、前回と同様ボス戦がある。遺跡のなんかボスリーバードがいる。で、ここがめちゃくちゃ長くなりやすいから、ちょっとサクサク行きたいね、なるべく。コブンモール、なんだそれ。はい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 、あったあったあった。あ、なんか新しい、そう、あれか、なんかドリルみたいな、アンパンマン号にドリルつけましたみたいなやつがね、あんのよ。それだわ、コブンモール。ほら、全然違うわはい、じゃ行くか。最近全然録画投稿時間がぐちゃぐちゃな、6時になってないけど、もう今もうごめん、できんわ。なるべくするけど、意識はしますが、いくぜ、サクサクいくぜ。壊せるとこなんてそうそうないんやから。うせえ、ここのあれか、変わってるとこね、ここにしくなった。行ってこい、壊せー、ゴーゴー。お、すげえ、めちゃくちゃ俺住んでる。お、道できた、いいね、行こう。おお、何ここ。オッケー、さあ行くわよ。ここからが本番ね。鍾乳洞みたいな、そうですね、幻想的な感じ。鍾乳洞行ったことある？俺の一回だけあるんだけど、すごかった。まず涼しいまず涼しい。自分とかはいいか。なんか出てきたよね、今これ。めちゃくちゃ出る、なんだこれ。なんもない、もうないのか。じゃあいいや。もうすげえ浅いことしか言えんかったけど、めちゃくちゃ涼しいし、すげえ綺麗なんだよな。まあ夏場に行くんだったらちょうどいいかもしれんっていう感じがするし。ほれ、あれなんだ。すげえさ、ベニーくれる。よっしゃ、やっとるな、やっとカードキー。もう出ないか、オッケー、じゃあ行こう。で、こっからドリルを使うといけるところが増えてるから、よし、イオンボールで破壊して進んでいくと。お、魚かな。はい、使え、あ、使うでいいやつか。何、お金を見つけた。よしよしよし、上出来、2000ゼニー、まあいいでしょう。よしよし、よくやったわね。もっと儲けるわよ、この調子や。じゃあ次誰だ、どうした、どうしてこうしろ。ザップ、何を探してるの。いいもの見つけた。よくは、お前どっから来たんだ。まだまだこれからです。ここの崩れている壁を掘ってみて、向こうの通路に出られるよ。お前いいこと教えてくれるわね。お礼言っときなさい。人ならざるものじゃないだろうな。ありがとう、ありがとう。僕コブです、よろしく。はい、ここ出口、てか入り口自体さ、道塞がれてない、何もない場所なのによくこいつどうやって入ったんだ。怖すぎない。持ってけ、
ピード。と、クイック戦。強っ。トリュー強すぎ。久々見たな、あの敵。ロックマンダッシュ以来だな。まあ、当たり前か。よっしゃ。宝箱だい。なんか赤く光ってる。なんだあれ。ドロン様、宝箱です。開けな。宝箱のカードキーをここに使いますか。使おう。はい。じゃあ使います。お願いします。何拾ったの。ドロン様。何これ。モノリス。ライトニウムが入ってます。ライトニウム。ラッキー。それでグスタフのパーツを開発できるわ。あ、そういうこと。お、いいじゃん。誰かに渡したら、あれか、アームパーツ、アームってガードパーツかな、なんかできそうだね。やば、あれ動くやつじゃん。あれ動くやつやけど、もうあらかじめ倒してるから問題ないと。そういうことですね。壊せない。あれ、壊すべき場所はここなんだけどな。ん？なんだ、どういうことだ。まだ壊せないのかな。道あるけどないんだよね。無理？じゃあこれ行けない場所かな。まだいずれ行ける。こういう穴がないもん。じゃあ無理なのかもな。今は無理なのかもしれない。掘り進めるな。次は掘り進めるな。まあ無事で。さっきこっからよいしょ。酔ってきた。酔ってきた。やべえ。向こう何もいないか。あれ。やってくれ。よし、ナイス。カードキール。うん？これ行き止まりだね。ちょっと行ってみようか。何もない。ああ、酔う酔う酔う。俺のこの自分が動かしてるこの動きで酔っちゃうよ。なんかある。なんだあれ。ドリル頼む。ドロン様。あ、何どうしよう。あ、普通に拾ったのか。ナイス。2000円に宝箱じゃん。よし、もっと見つけるわよ。いいね。さっきのところでもなかったからもう帰るしかねえよな。だから一旦こっち行ってここ開けて。開けてくれ、頼む。行ってこーい。ズガガ。よし、おっと、カードキーゲット。オッケー、カードキー。ドロン様、カードキーを拾いました。ナイス。特にないと。じゃあ帰ろうか。帰って、まずはこの。あったな、音を鳴らし気づかせるっていうテク。ないか。どっから来るの？判定わかんねえよ。ドロン様、はい、宝箱です。開けてくれ。宝箱のカードキーをここで使いますか。使います。じゃあ使います。おにゃさっさっさっ。何？ガンダリウム合金。ドロン様、いい感じだ。エネルギーボトルが入ってました。イエーイ。よしよし、いいボトル。危なくなったら使いましょうね。で、あれなんかストローみたいな感じだよな、グスタフ。だから給油口にぶち込むみたいな感じなんだろうけど、飲み物にしか思えない。取るだ、お前。僕、ジップ。ジップ。ザップにはあった？あったあった、ザップ。僕たち双子なんだ。あ、確か顔同じ。双子なの。この崩れている壁を掘ってみて、中にいいものがあるはずだよ。お前、人ならざる双子じゃねえか。じゃあ掘ってみましょうか。まあ、そしたらまあ、言われた通り。掘ってみるね。グヘヘグヘヘみたいなやろな。いいものがあるってなんでお前がわかるんだ。お前人狼だな。まあ俺人狼知らないんですけど。怖いからちょっと会っていいや。先に行けるとこ全部行ってから行こう。いや、広くね。広すぎんか、ここ。
せえんだよな。それで、なんだこれ。なにこれ、何か光ってます。なにこれマジで。ダッシュフープ、これは聖なる水たまり。聖なる水たまり、これに触れるとフェルケルのエネルギーが回復するわ。すげえ、それはいいですね。あれか、魔法陣だ。FF とかである。まだ続きがありそうなんだな。じゃあ入ってみるか。あいつが言った通り、ここで一旦終わらせて回復させてもう一回行こうみたいな、そういう魂胆でしょ。中にはすごいものがあるよ。ほんとかよ、敵じゃねえだろうな。すごいものってリーバーのことじゃねえだろうな。ちょっと何よこれ、敵じゃねえかよ。オッケー。いったい、ガンガン行こう、ガンガン行こう、ガンガン。いて、マジか。うわー、近い、おかしい、おかしい。オッケー、やめてやめて、おいし、オッケー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 、はい終わり。騙したな、あの野郎。やっぱりそうだと思ったんだよな。でも何もないの本当に。ただ何もねえじゃん。おいザップ、おいジップか。クソ、消えやがったあいつ、許せねえよ、俺。ああいう悪い子供にはちょっとお給制とやらんといかん。とりあえず水たまりだな。ふぅーふぅー、さあ行きましょう。なんだろう、あこれあれじゃん、あの敵のやつじゃん。ロース一家の鳥です。シタッパーじゃん。本当よ、何してんの。トラ様、逃げましょう。おっと、そうはいかねえぜ。観念しな、クケ。なんだクケって終わりだよ。てらねえぜ、だボコボコじゃねえか。激弱じゃん。なんだこいつ、何してた、何がしたかったんだってぐらい分かったと今。うわ、何これリーバード、巨大リーバードの目じゃん。トロー様、ゲートがロックされてます。なに、どこかでロックを外せるものを見つけてこないとダメですね。なるほどね、また文字書いとる。よし、マジックポットみたいなやつが多いな。めっちゃ出るな、お前から。すごい出てくる。まだ出てない。めっちゃ出る、ここから。すごい出る。もう出ないか。これを毎回繰り返そう。いった。食らうんだ、これ。暗い判定あったんだな。まだ出る、すげえ出るか。はい、めっちゃビビるやん。とりあえずこれ読もう。わーい、ディグジーさんのちょっといい話。ディグジーさんのちょっといい話聞いてみたい。それ一気一気。はい、諸君、鉱石集めは順調かね。宝石全部で3つ集めると長寿の秘宝が手に入るらしい。言ってるやつね、1個は手に入れたからね。わしにもそれが何なのか、どこにあるのかはようわからんが、ディグジーさん、とにかく集めておいて損はないし。そりゃそうだ、長寿の秘宝、秘密があるでしょ。
この人にもよく分かってないみたいね。でもあるよっていうのは昔から言い伝えられてる。グリーンの鉱石があります。え、拾っておきますね。これディグジーさん置いてたんだろ。その疲労が金目のものならいいのにね。さ、先に進むわよ。オッケー。ザップとジップマジでぐちゃぐちゃ戦場行けんな、あいつら。いねえじゃん、いねえじゃん。あ、どこにもいねえ。なんだそれ、いねえのか。じゃあいいや、引っ張してもらおう。行ってこーい。怖っ、いじめられてるじゃん、もうここまで来たら。どうかしましたか。なんだこれ、閉じ込められていたの。さらっと言うな。助かったわけですね。よかったな。それはよかった。ありがとう、これあげるわ。え、いい人じゃん。うん、ありがとうございます。 めちゃくちゃいい人や。ほんとかこれ、怪しいぞ。閉じ込められてたのってこんなさらっと言って大丈夫かよ。僕の話聞いてみよう。私、ロクナ。ロクナ。よろしく。はい。ロクナって言ってるから、ロクなことしてないんじゃないか、これ。まあいいや、ゲートキーもらえたし、行くかよ。こう。行くだけ行こうぜ。開けてくれ、ゲートキー。王様、ゲートがロックされてます。使えな。お願いします。オッケー。オッケー。いや。あ、またカードだ。多いな、カードキー。王様、カードキーを拾いました。よし、ナイス。で、ここには宝物があると。お金じゃない？イエーイ。何本？何ゼニー？ふぅ、3000ゼニー、7000ゼニー拾った。貯めるわよ。いいね。お金はいくらあってもいいわ。ね、最高。これで帰り、広いな。誰かいる。え、いや、見合わねえ人いるな。なんだお前。何してるんですか？警察？待ち合わせです。バカな。人はいつも何かを待っているんだ。なんだお前。へえ。ほら、響いてないじゃん。また変な人が出てきたわね。また変な人が出てきた。我が名はテイジ。テイジ。この地底湖はトラップだ。きっと何か。地底湖はトラップ。ほー。カシューナッツみたいな口になってるぞ。ほっといていくわよ。色合い的には 100mm。ほっといていくわよ。成功ってここのことか。何かあるっつってたし、まあまだいけないんだろうけど、いずれいけるんでしょうね。なんだ怖いな、あいつ。おい、双ゴールド、おい、お前何してんだ、おいお前ら。ザップとジップのクイズコーナー。なんだそれ、悪いと思ってねえのか。正解すると扉の鍵を開けてあげるよ。はぁ、あ、クイズやる。やるか。じゃあ第1問。何問かある。聖なる奇跡でしょ。はい、ピンポーン。聖なる奇跡って。続いて奇跡とか。第2問。はい、駆け出しディガーターのお兄さんの名前はね、ダンツですね。ピンポーン。続いて第3問。忘れるわけないじゃん。はい、ツルハシを振るリングアウターのおばさんの名前は。うわー、名前あったっけ。モーム。ピンポーン。続いて第4問。なあ、多いな。いい話を残すリングアウターのおじいさんの名前は。お前、ディグおじさん。バレルは違うだろ。ピンポーン。続いて第5問。多いな、名前関連ばっかじゃないこれ。鉄球トラップを止めるスイッチの色は。青。
覚えてるもんやな。めちゃくちゃある。チョコかよお前。火炎トラップを止めるスイッチの色は？火炎トラップ青じゃなかったっけ。いや違うか。ピンポン。続いて第7問。何問だよ。ロックのかかった部屋を開けられるのはどのキー？ゲートキー。あれ結構やるね。ルームキー。1から3までの扉を開けるよ。ちょ、もう一回やろうぜ。クイズやる。やるやる。1問から。やっちった。ピン。続いてルームキーやったっけ。カードキーか。そのそも駆け出し。あれ違うっけ。でモームでしょ。ピンピンディグ。ピンポン。バレルは完全にロックマンダッシュの名残だな。ほらこれ覚えてたのに、カードキーの名前を覚えてたよ。続いて、はい、部屋って言ったよな。ゲートキー、ルームキー。ピンポン。あ、ルームキーなんだ。続いて第8問。さっきもらえたの忘れてた。最初に取った聖なる奇跡の色は？青あるやん。ピンポン。よしよしよし。続いて第9問。おーいいよ。10問まであるんじゃないか。穴を掘るのは最低何回？は？6回。ブー、わかんねえ。惜しい。あと少し。ここ以外は開いたんだ。いや、ボスじゃん、こっち。最初行けるとこ全部行っている。あ、回復ある。な、びっくりした、いるよな。もう一回やろう、もう一回チャレンジ。わかんねえ、それわかんねえ。さっきの全部壊してるから最短ルートなんて知らない。奇跡。ピンピン。はい。ピン。次。ピン。ほら、バツとバルの連打や。青。ピン。赤。ピン。で、ルームキーと。で、ブルー。これ何回なんだろうな。続いて第1回で2回、5回か。ピンポン。最後第10問。これは難しい。本当に僕たちが今いるし、もう全然わかんねえよ。カタロックス島が違うから、ライシップ島じゃない。ピンポン。よっしゃ、おめでとう。パーフェクト達成。やった、すべての扉を開けるね。お前何の権利があるんだよ。どう、楽しんでくれた？楽しかったよ。やっぱり？やっぱり。ありがとう。結構考えるの大変だったんだ。いや、お前らすげえよ。以上、クイズコーナーでした。お前生き生きしてんな、お前ら。どっから出てきたかわからん亡霊なのに。よし。トロン様、カードキーを拾いました。オッケーオッケー。多分ね、一回行ったら戻らんといけん。繋がってないというか、あれだわ、一方通行。さっきなかったもん、逆は。え？水干上がったじゃん。向こうの方で音がしました。帰ろう。地底湖の方角ね。行ってみましょう。行こう。これマジ重要じゃん、はい、それ最後のボタンに従うわけだ。ありがとうな、ザップチップ。
怖っ。ちょっと待って、先にこっち行くか。どうなった？どうなってる？おい、泳げない。泳げない？おい、シンプルな理由やめな。おい、行ってこいお前ら。ドリルはどっか行ったけど、宝箱はゲットだ。宝箱のカードキーをここで使います。いや、これは使うでしょう。はいよ、じゃあ使います。お願いします。謎と解けたのにな。ルームキーだ。ゲートキーはあれか、ロックマンダッシュだ。鋼の冒険心やわ。テレ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 テここまで来てやられてたまるもん。やられるわけねえだろ。これで当てまくっとけばいつかやられるっしょ。よし、あとこいつで終わりか。終わり。オッケー、飽きな。ふん、オッケー。トロン様は宝箱です。これ鍵あったっけ。はい、行きましょう。あ、あったね。なんか野さらしにしてたやつあったな。オッケー。ドロン様、なにこれ。なんかドリルみたいなのが入ってました。おや、強ドリルの強化パーツじゃない、これ。グスタフのスーパードリル。スーパードリル、すぐコブボールに装備して。え、はい。強化されたの、どうなったの。なに、なにか変わったのか、これ。まあいいや、ラッキー、なんかもらえたわ、新しいの。簡単につけれるもんなんだな。じゃあ、行きますか。もうないもんね、行ける場所。あれ？この裏手は、あ、回復ゾーンか。1、2、3、4、あ、全部開いてるのか。行こう。開けて、ボス戦だぜ。はい、ルームキーを使ってみますね。はい、お願い。でも今回の火力はこのドリル、ドリルマックスやから、ドリルマックスに任せよう。はあ、めっちゃおるんだけど。リーバードが山盛りです。多くね。ここはリーバードの巣よ。巣とかあんのかよ。いや、でもこいつは司令塔がいれば倒せるから雑魚ですね。まあ逃げ切れればだけど。いや、いたいた、前を殴ればいい。待って、こら、でもこれただ歩いてるだけでしょ。楽勝じゃん。逃げんのか。どういった。はい、はい、やっつけ。よしよしよし。大きいぞ。食らってる、食らってる。なんだこれ。よしよし。弱すぎだろこいつ。はいはい、キャッ
結構適当にやっちゃったけど、判定が入ってなんか一生囚われてる。囚われの大きなのがいる。かわいすぎる。もう二人でやるか。なんか逃げ切ってんじゃん。おう、普通に歩き出してビビった。お前やめろや。はい、終わり。お前らも壊れろ。よーし、簡単だったわ、さすがに。お、あー出てきた黄色いディグアウト、うん、ディフレクター。これが聖なる奇跡か。二つ目の、いや綺麗だよね正直。この三人で三人で撮るのがなんかデルドラクエストっぽいな。やりました。はい、でっかいディフレクターです。来たー、いただきんか。二つ目の聖なる奇跡か。これなら15万ゼニーぐらいね。15万ゼニー、なかなかの大物じゃない。これをエンジンってか、なんだろう、車のバッテリーみたいな感じで使えたりするのがすごいな。マジ便利アイテムだよ。なんやいえいやいえいえいえいと。おお、すでに11万6千ゼニーを集めている中での黄色い奇跡が15万ゼニーで売れることにより、なんと26万6千ゼニー。わお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 わわわ、55万、もう100いくぞこれ。100いったら終わりなんかな。まあまあまあいいや、とりあえずこれで見回りで開発室行きましょう。はい、かわいいコントロール。ボンバスイカ、まずボンバスイカ。ああ、なるほど。こういうのがあったらいけてたのか。安くなってたんだ。いいよ、一括払いで。銀行を襲うときとかにこういうのを集めとけば、安くなるんだね。今回あって。で、話すで、渡すで、マガジン、大人、こんなんあったっけ。あ、これだわ。この子にライダーに夢を渡す。へえ。またいつかね。お、なんか悩んでる。タンクを軽くしないと。ライダーに夢じゃない。軽くなりそうじゃない？ほら、ライトって宇宙の軽さで有名なライトニウム。しゃあ、僕もやるぞ。寝てるがやな。かっ、お、マジかよ。お前すごいな。バズーカいいっす。ガタイいいっす。開発してみるか。これはちょっと使って、どうせならやってみるか。タイヤとパトランプ安っ。てかあれか、重要視してるものが違うのか。よし、見回り。たまに食堂行ってみるし、前回食堂行ってないからね。ちょっと行って話でも聞こうぜ。はい、いて、意表をつく攻撃のためとても高く高く、うん、なんだなんだ。あー、そっか、なんか教えてくれるのか。一生間違えるな、この子は。
やる気が出ない。なんか渡す？ピガン入門で渡す？漫画渡したらサボ、あ、余計サボるか、これ。ないな。何もないな。はーんって感じ。今回はこんな感じにするか。なんか渡せるアイテムも少なくなってきたな。あ、てかここで話してみる。正直そんな話じゃないんだよな。ポケ捨て、偵察、何もなかったね。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりましょうか。で、次回はまあ、あのランダムダンジョン行く、ランダムダンジョンというかフリーダンジョン行くんじゃなくて、もう一度最初の方に戻ってパズルコンテナ運びをやりたいと思います。そんな感じでお願いします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。